株式会社所波級は広島県広島市中区で営業している映画工業会社2016年11月時点で映画館のサロンシネマ八丁座を運営映画工業専業で事業を行っているサロンシネマ死イ院のみの時代はアート系を中心とした映画を流していたが八丁座会館以降は八丁座でロードショー作品も扱うようになっている 女波休憩の劇場では、小冊子、エンドマークを、発行、配布している。サロンシネマ発調座として、英語両面カラー二つ折りの上映時刻表、Tomorrow is another day を、月単位で発行している。1954年、現社長の父、倉本昇が、旧、サロンシネマのある地で、映画工業を開始。当時は、日活、大英、東映の古切り感、 洋画のスバルザ、名画座の後映画館が営業していた。1965年12月には、高野教工学センタービルが建てられた。複数の映画館と飲食店が入居する現在のシネコンのような建物だった。映画残業の社用化で1972年1月に、高野橋大英閉館。当時、高野教工学センタービルの代表取締役をしていた倉本昇が、 一年発起。旧サロンシネマ1の座席場内は、絨毯時期、高野橋大英時代の250席を100席に減らし、当時45センチメートルの座席幅が、標準的だったのを60センチメートルに拡大。スタジアム形式の座席を採用。各席にテーブル押しボタンを追加。押しボタンは、時間対策及び、飲み物の注文に利用できた。脱ポルの映画。 名作映画路線を取った。それらの試みは改装当時画期的なもので、同業他社も注目、スタジアム形式の座席は後年シネコに採用された。その後、1974年に姉妹館、シネマパーラーをオープンさせた。その後、経営は低迷し、昭和30年代に五館所有していた映画館も、切り売りなどして、高野教皇学センタービルを残すのみになり、 1980年には、閉館か、ポルノ映画転換を考えるまでになっていた。その頃、東京でサラリーマンをしていた、現、総支配人の住岡正明が閉館の噂を確認すると、東京に帰り東京の映画館を視察して、リポートを提出。半ば強引な形で入社した。住岡正明は、東京で行われていたフィルムマラソンを、広島でも行うことを提案。 当時の社長から反対されつつ、自腹でフィルム台を出す条件で開催。21時30分から4本から5本の映画を9時間余りかけて上映する。1981年3月から始まったフィルムマラソンは多くの客が詰めかけ、1990年8月に100回、1996年に300回、2014年8月30日時点で579回を、 数える名物企画になった。また、同時期に東京に嫁いでいた娘の現社長、倉本淳子に家業を継ぐことを打診。倉本淳子はポルノに転換したら名画座に戻れなくなると、ポルノ転換に反対し父、倉本昇は受け入れ、倉本淳子は広島に帰り、1981年に当時サロンシネマを運営していた高楽産業の社長に就任した。 最初に映写技師が倒れても対応できるように映写技師の資格を取得した。その後、受付からトイレ掃除まで行った。1984年まで名画の供給が続いたが供給が途絶えたことで名画座としての工業を断念。同年夏以降はアート系ミニシアターとして営業を続けた。その後、 1986年12月より、ウィズ・ワンダーランド6階の多目的ホールを借りて、非常設館・テアトルウィズの工業を開始。1989年にヘラルド・エ d S、テレビ新広島とタイアップして、死熱院を設置。1994年に、サロンシネマにを設置。2005年に、家主の呼びかけで、宝塚4の工業を引き継ぎ、死熱院にを設置。2010年に、 八丁座を設置。2014年に、現、サロンシネマをオープンさせた。ジョハキューが運営する、サロンシネマ以外の映画館についても、座席や内装、音響にこだわった劇場作りをしている。それらの理由から、東京からも劇場の見学者が来る。倉本昇は、その後不動産関係の会社を運営し、1999年1月に死去。倉本淳子は、 1989年にシネツ熱院の社長に就任。2009年には現運営会社の助発給社長に就任した。2011年7月からは地元映画評論家の花本正美死去に伴い、倉本純子のシネマトークのパーソナリティに就任。女性として初めて、広島県工業生活衛生同業組合の理事長にも就任している。住岡正明は、 サロンシネマシネツイン、八丁座の総支配人になっている。2009年に週刊文春が行ったおすすめのシネコンランキングで4位に選ばれ、森田義光監督の武士の家計簿はシネコン系に混じる売り上げ上位を確保した。八丁座会館以降は高齢者の需要を獲得し営業利益を確保している。また、社員教育に力を入れ年間340日、 フィルムチェックや上映する映画を決めるための試写会を行い、上映後にはディスカッションを行っている。2016年11月には、社長の倉本潤子が、ランジュ法賞を受賞し、また、中国新聞主催の中国文化賞を受賞した。AB 女波級が発行する小冊子、エンドマーク2012年9月号にも、工業収入のみで、不動産収入は得ていなく、 劇場は家賃を払っていると明記している。その頃の倉本昇の肩書は、高野教皇学センタービル代表取締役だった。もっとも、1975年に、高楽産業に入社している。映画館名簿には1997年度まで掲載。レジャー広島も1997年9月号まで掲載。エンドマークには、 1994年3月号までの掲載になっている大劇の社長と三和工業の社長は同一の名前の人物公式ファンサイトありがとうございます。